하나님의 말씀은 聖書を拝読します。エペソ人への手紙 6章10節から18節までです。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するのでものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には信任の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。18節までです。アーメン。インマヌエル聖歌隊と西オーケストラの賛美と演奏の後、教職者会長イースジン牧師が神のすべての武具を取りなさい、5回目のメッセージを取り継ぎます。アメン、アメン。愛する聖徒の皆さん、ヨハネ 3-32、 そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますとあります。皆さんは真理にあって自由を味わっているでしょうか。でなければ何かをするたびに、これは真理だろうか、そうではないだろうかと悩んでいるから、場合によっては辛いと思ってはいないでしょうか。また真理を行うことが大変で、真理が自分を縛っているようで辛いと思うでしょうか。それはまだ真理に完全に聞き従うのではなく、嫌々ながら行うからです。反対に、真から真理を追い求めることが幸いな道であり、一番正しいということを知って行うなら辛くも難しくもありません。このような行いはどんな状況でも変わらず、このようにする人は、このような人は真理にあって自由を味わうことができるのです。心がすっかり真理、すなわち神の御言葉で満たされているから、話して行って思って心に抱くすべてが真理から出てくるようになります。この時が誠に真理にあって自由を味わうようになる時です。罪の鎖から完全に解き放され、サタンが自分に働けなくなったので、これが誠に自由を味わうことです。神のすべての武具を身につける理由もここにあります。神のすべての武具を身につけている人なら、十分真理にあって自分を守ることができ、敵である悪魔サタンの策略も退けて真理にあって自由を味わうことができるのです。また第1ヨハネ 3-21 から20に、愛する者たち、もし自分の心に責められなければ、大胆に神の御前に出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができますとあるように、神のすべての武具を身につけて真理にあって自由を味わっている人は神の御前に大胆になるから、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、恐れることもなく不安にもならず、平和を味わうことができるのです。今日のメッセージを通して、皆さんすべてが真理の海の中で思う存分自由を味わいますように。神様の御言葉は私たちを苦しめるためにくださったものではありません。誠の自由、答え、祝福、天国を私たちに与えてくださるためのものなのです。でなのに、どうしてこの真理を聞いて知っているのに、誠の祝福を味わうより、時には私たちが不安であり、また苦しかったりするでしょうか。それはまだ真理にしっかり立っていないからです。私たちは主を信じる前までは世の中で敵である悪魔サタンの奴隷とした生き方をしてきました。それが私たちを抑えていました。罪の重荷が私たちを抑えていたのに、私たちはそれも感じていなかったのですね。自分の思い通りにするのが私たちは楽だと思っていました。癇癪を起こしたり憤ったりしながら生きてきました。そして誰かが自分を憎んだりすると、自分もその人に立ち向かって、その
その人を嫌って、そしてその人を苦しめました。それが勝つ道だと思っていました。しかし私たちが真理を聞いてみたら、そうでありませんでした。右の方を打つ者には左の方を向ける、そのような人が誠の勝利者だと聞きましたが、そんな真理を聞いたからとして皆さんがすぐ行えるでしょうか。そうでありませんね。ですからそのような段階になると、皆さんは知っていながら行えないようになると、真理が自分を辛くさせていると思うかもしれません。あるいはまた真理を聞いて知って悟りました、それで自分もそのようになりたいのです、しかしまだそうする力がないから、自分の心の中で二心があって戦う時もありますね。そのような時はまだ真理にあって自由を得ていないから、真理が自分にとって鎖のように思われることもあるのはあります。しかしそれは過程であります。それで私たちが真理に完全に聞き従うなら、私たちは真理にあって完全に自由になります。皆さん、水が好きな人は水泳もとても上手でしょう。しかし水が嫌いな人は水泳するの自体が怖いです。水の好きな人はどうですか。どこか遊びに行ったりすると、水だけを見た目はとても泳ぎたくなるのでありませんか。しかし水が嫌い人はどうですか。プールの深さがそんな深くもないんです。自分の身長は1メートル60以上なのですが、プールの深さ1メートル50センチくらいのところでも、そこで死ぬかと思って溺れるかと思ってそこでもがいたりする人もいるのはいます。それで私が聞いてみたことがありました。1メートル60以上の方ならば、そのプール1メートル50センチくらいのところでまっすぐに立っていれば、自分の首ぐらい首の方しか水がないじゃないですかと言っても、水が怖い人は自分が溺れるかと怖くなって、その自分の身長より低い、浅いところでもね、そのように怖くなってもがいたりする人もあるんでいるのは言いますね。でそのような時、実は自分が溺れるかと思っていっぱい体に力を入れているから、かえってなんか沈んでいるように思います。水泳の上手な人はどうするんですか。プールとかその水の中に入っても、自分の体から力を抜けてしまい、そしてそこで楽に泳げることができるのではありませんか。泳げるようになるのではありませんか。同じです。信仰、本当に愛する人たちは真理通りに従うことが全然難しくありません。でそれが楽になる段階があります。しかしまだ知ってはいながら行えない場合は、自分がなんか損をするようになり、自分が愚かなものになっているような、そのような気がしたりします。しかし誠の勝利というのは真理を味わうことなのです。真理を行うことです。ですからまだ真理にあって自分が自由になっていないと思う方は、それは完全に従っていないからだということを悟って、真理を完全に行える祝福の時間になりますように。前回は平和の福音の備えを吐きなさいというメッセージを伝えました。今日は信仰の大盾について伝えましょう。エペソ 6-16、 これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものは悪いものが放つ火を皆消すことができますとあります。まず盾は肉的にも戦争にあってとても重要な道具です。いくらしっかりした鎧を着て、その上に腰には帯、胸当てをして履物を備えたといっても、剣や槍から攻撃されると、これを防ぐ盾がなければどうなるでしょうか。しかも私たちを攻撃する悪いものは火を放ちます。火とは矢の先に火をつけたものですね。ですから火が体につくと、鎧を着ているとしても災いに遭うことがあります。しかし盾、しかも大盾があるなら、火も防ぐこともできるのです。ご覧ください皆さん。例えば
近くにある敵が攻撃をしても、鎧とかそれを着ているならある程度防ぐことができます。しかし遠くから放たれた火矢があります。その火矢が自分の体に近づいています。さっき画面見ましたけれども、それが一つ二つではなく、こんなにたくさんの火矢がね、火矢で攻撃されるならどうするんですか。あ、ご覧ください。はい、盾でそれを防ぐのですね。そしてその軍隊の人たちを、兵士たちも列を作って、少しも隙間がないようにして、その後盾を持っていくならば、火矢の攻撃にも立ち向かうことができますね。世の戦争でもこのようなことがよくあります。それで皆さんもこの霊的な戦いでも、この火矢を防ぐことができるように、私たちは信仰の大盾を持っていなければならないということです。敵である悪魔サタンが火矢、つまり私たちをこの火矢で攻撃するということです。ですからこのような大盾があるなら、火矢も防ぐことができます。これは霊的にも同じです。敵である悪魔サタンの火のような攻撃でも防ぐ、そのような霊的な大盾がなければなりません。これはつまり敵である悪魔サタンが火のように皆さんを攻撃する時があるということですね。いつもそうだということではありません。父なる神様が私たちを守ってくださり、聖霊がまた主イエス様が私たちを守ってくださるから、いつも私たちを火矢で攻撃するのではありません。平安の火がもっと多いですが、時によってはこのような火のような攻撃をする時があるということを、この聖書で私たちは悟ることができます。しかしそのような時であっても、信仰の大盾を持っているなら十分勝つことができます。神様は私たちに信仰によってこの盾にしなさいと言っておられます。これは信仰がそれだけほど重要だということを強調しておられるのです。信仰によってだけ救われることができ、信仰があってこそ無から有が作られる創造の御業が現れるからです。信仰によって神様が私たちのお父様であり、信仰によって私たちが神の子供とされるのです。皆さんはこのような信仰を持っているでしょうか。父なる神様は私たちのお父様であります。そして私たちはその息子娘ですという信仰があるでしょうか。それくらいの信仰があるなら、自分に試練や困難がやってきても、誘惑がやってきても十分勝利できるのです。皆さん、信仰とは何ですか。神様が生きておられるということ、自分は神様の子供であるから、自分が御心にふさわしい人であれば、どんな災いがやってきても神様が守ってくださり、今目の前のこの災いは祝福に変わるというのを信じることですね。で、神様の御言葉を信じること、そして私たちの人生でやってくる何とか問題や災いを、その真理に代入してみたら、私たちには答えが見えるんですね。じゃあ今の状況、私たちは牧者を信頼しています。どうしてそうですか。神様が牧者の言うことをいつも確かにしてくださって、いつも支えてくださったからです。神様は正しい人を用いて、神の力を表して、神様が生きておられることをいつも見せてくださる方です。例えば神様が私たちの目の前に現れて、私は神なので信じなさいと、このようなお方ではありません。神様は神様の御心にふさわしい清い人を選んで、その人に神の力を授けて、人々の前で神の力を表すことによって、神様が生きておられることを表してくださる方なのです。しかし聖書を読めば、神様は誰にでもその力をくださるのでありません。清い人、心の清い人、罪人ではない人に、神様はそれ御心にふさわしい人に、そのように力を与えてくださるのです。これが絶対的な御言葉です。神様を信じるなら、私たちは御言葉も信じるようになり、それが公式のように
になり、私たちの人生にそれを適用するようになります。牧者の生き方はそうでした。神様が力を与えてくださいました。そしてどこでも聞いたことのない、見たことのない神様の力を表すようになりました。それで私たちは牧者が行う神の力を見て、神様が生きておられることを信じるので、そしてその例によって神様が牧者を用いられているということを信じています。皆さんもそう答えを見つけますように。何を持ってですか？自分の思い、人々から伝えてきた話によって、そうでありません。神の言葉、つまり御言葉によって、私たちはいつも問題を解決しなければなりません。自分に試練困難がやってきたでしょうか？信仰があって祈ったのに答えられていないので、そうすれば自分の信仰がどこから問題があったのか、聖書でその答えを見つければよいでしょう。御言葉通りに生きなかったこと、それがあるならば、それを見つけて、そこで悔い改めて立ち返って、それで御言葉を行うようになると、神様が解決してくださるのです。皆さん、信仰によって聖霊を受けて天国に行けるようになります。信仰によって問題が解決され、癒されて、すべての病気を防ぐこともできます。信仰によって祈りに応えられ、信仰によって入る時も出ていくことも祝福され、貸すであろうが借りることのない祝福もいただくのです。また信仰によって敵である悪魔サタンの陣を打ち砕いて支配して従えることもできます。信じる者には、信じる人々には次のような印が伴いますとあるように、信仰によって神の力、印を表すことができるのです。皆さんに偽りの噂を伝えている人々が、皆さんに神の力を表したことがあるでしょうか？何をもってその人を信じるでしょうか？皆さん、神様がそのようにいつも支えてくださる方、神様が共におられる方、そのような方の伝えることを信じなければなりません。皆さん、神様が知らないことがあるでしょうか？神様は私たち人の子らの一教祖一等足全部を知っておられ、見ておられる方です。ですから、自分の思いで神様のことを裁いたり、罪に定めたり、人を定めたり、罪に定めたりすることは絶対できません。私が信じる神様はそんな方ではありません。ですから、神様が共におられるのかどうか、それによって人を判断しなければなりません。なのに皆さん、ある人が皆さんに来て何かのことを伝えました。そうすると、その人が本当に神様の力を表しているのか、そしてその人が皆さんのために祈ってくれたら、皆さんに祝福が与えられたでしょうか？あるいは皆さんの問題が解決されたでしょうか？そのような根拠、そのような真理の土台の上で、皆さんは人のことを信じなければなりません。聖書にはどう書いてありますか？どんな人が神様の人なのか、そしてどんな人を信じるべきなのか書いてあります。旧約時代にも偽りの預言者がいました。それでその偽りの預言者の言うことに従うと、王も殺されたりしたことがありました。しかし、牧者はどうでしたか？牧者にはいつも神様が共におられる証拠が表してきました。今もそうです。今も神様が共におられる印が現れています。これが神様の御業なのです。これが神様が私たちに聞かせてくださる御声です。皆さん、神様がこんなに確かに言っておられるのに、どうしてその御声を聞くことができず、人の声を聞いて惑わされて、心から平和がなくなって、そして揺れてしまう、そのようになるんですか？敵である悪魔サタンはそのように皆さんを揺さぶって、皆さんの信仰を奪おうとしています。それが敵である悪魔サタンが冷やで皆さんを攻撃しているのです。このような時、何をもって勝利するんですか？信仰の大盾です。皆さん、神様が今まで見せてくださった証拠、印を見て、皆さんは選びますように、詩篇37の4、
主おのれの喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださるとあり、ヘブル11:6、信仰がなくては神に喜ばれることができませんとあります。これは旧約新約ですが、2つは連れ合いになっています。それで主に喜ばれることが何なのか、それについてヘブルで答えているのです。このような御言葉のように、信仰によって神に喜ばれて心の願いにも答えられることができるのです。それだけではなく、信仰があってこそ神様に栄光を返すことができます。エリアは偶像の預言者150人との対決で死を恐れず大きな信仰を見せたので、火の答えを引き下ろすことができました。敵である悪魔サタンは王と王妃、すなわち主権、力を働かせて神様に立ち向かって民が偶像を拝むようにしました。また神の預言者を殺して迫害しました。しかしこのような火のような攻撃でも、エリアは信仰の大盾を持って立ち向かいました。カルメル山で神様に信仰によって祈って火の答えを引き下ろしました。これを見たすべての民が第一列王記18:39、主こそ神です、主こそ神ですと言ったとあるように、神様に栄光を捧げました。いくら敵である悪魔サタンの攻撃が緻密で激しいように見えても、信仰を持っている人は恐れず十分勝利して神様に栄光を返すのです。信仰の人々が信仰の大盾を持って敵である悪魔サタンとの霊的な戦いで勝利しましたが、そのような信仰の大盾を持って大きな声を出して争って、そして戦ったでしょうか、言い争ったでしょうか、そうでありません。その戦いの方法は、ただ善と愛を持って行ったのです。自分が信仰があるから人を苦しめるでしょうか、人を無視するんですか、信仰の弱い人を無視して裁くんですか、そうでありません。信仰の大盾を持っている人に伴うのは善であり愛であり、また神様の御言葉に従う行いです。で、敵である悪魔サタンは神の人を攻撃して神様の栄光を遮ろうとしますが、しかし神の人々は死ぬところまで神様に信仰によって喜ばれ、神様に栄光を返して善を持って打ち勝つのです。ダニエルと同僚も、3人の同僚もそうでした。彼らは死の前でも変わらない信仰を見せました。飢え渇いている獅子たちがいる獅子の穴に投げ込まれても、火の燃える牢に投げ込まれても、最後まで信仰を守れました。このように、ただ神様を信じてより頼む彼らの信仰をご覧になった神様がどうして黙っておられるでしょうか。彼らの髪の毛一本も焦げず助かるようにしてくださり、前よりもっと栄えある座に置いてくださいました。また神様も大いに栄光をお受けになったのです。このような神の人々が死から助かるだけで終わるのならば、このような意味もないのでありませんか。しかし神様は、彼らが死のところまで追い込まれても救い出してくださるだけでなく、それよりもっと栄えあるところまで彼らが上がるようにしてくださいます。ですから、このような試練や災いがない時より、その後の祝福がさらに大きくなるのです。神様はこのように試練や試みに合わせられても、その後はもっと祝福を与えてくださり、もっと神様ご自身も栄光をお受けになるようになります。大きな実を結ばせるのです。その栄光の結果がどうなのか、それを人々に見せるのですね。天の報いも大きくなるだけでなく、この地上でも祝福されるということを全世界に見せて、このように栄光をお受けになるのです。ですから、人間の方法と神様の方法はこのように異なるのが分かります。で、敵である悪魔サタンはこのように場合によっては非難の攻撃をする時もありますが、信仰の人々はそのような時でも最後まで信仰の大盾を持って、最後まで信仰によって
それに立ち向かっていきます。ですから私たちもこれをちょっと考えてみなければなりません。信仰の大盾を持っている、信仰によって立ち向かうというのは争って、また声を出して大きな声でなんかその人を苦しめたりするのではなく、愛と善の心で自分を苦しめる人に対しても仕えて、さらに低くなってしながらも最後の最後まではその信仰が揺れないこと、これが神様に喜ばれることです。今、神のすべての武具という面で見れば、信仰というのは大盾だと神様が言ってくださるんだというのをまず悟り、そしてこの信仰の大盾を持って立ち向かうというのは、神様の方法と人間の方法が違うというのをまた私たちは悟らなければなりません。人間の思いでは信仰の良い人には試練、困難、そういうものがあってはならないと思うかもしれません。しかし神様はそのような人にやってくる攻撃をそのまま放っておく置いて、そしてその信仰を持って、信仰の大盾を持ってそれに立ち向かっていく人が結局勝利するようにして祝福してくださるのです。皆さん、エリア、ダニエル、そしてダニエルの3人の同僚が持っていた信仰は本当に素晴らしいものでした。崖っぷちに立たされているような状況でもどうしたでしょうか。普通はそこまでなら、ここまでなら神様が助けてくださるだろうと考えていた条件付き、あるいは計算的な信仰ではありませんでした。ダニエルが例えば、私が獅子の穴に投げ込まれるくらいになれば神様が救ってくださるだろうと思ったでしょうか。そうではありません。いつものように祈っているなら、確かに獅子の穴に投げ込まれて死ぬだろうと知っていながらも御言葉に完全に従ったのです。それは自分が死ぬ道でした。知っていました。そのように知っていたのにその道を歩みました。それが信仰の人々が歩む道です。皆さんも万民の歴史でそれをたくさん見てきたでしょう。このように霊の世界を伝えるならば、他のところから迫害されると知っていながらも私たちはどうしたんですか。牧者はその霊の世界のことを伝えてきました。そして結局その迫害や苦しみを超えていくと、神様がもっと祝福してくださることを信じてそうしてきました。このように歩んでいくと、その前には迫害があると、それを知っていながら、知っていながらその道が神様の栄光をもっと表す道ならば、その道を選んで歩みました。皆さん、私たちがこのように新しいエルサレムに向かって走っていけるのも、すべて牧者が今まで行ってきたことのゆえなのです。皆さん、私たちがただ救われるところでもし終わるならば、そこで満足するなら、それなら霊の世界のことを伝えたり、霊の世界のことを印として見せたりする必要はなかったでしょう。しかし私たちの目標は新しいエルサレムです。新しいエルサレムはただの信仰でいけるのではなく、素晴らしい信仰がなければなりません。霊の世界についても正確に知っていなければならないし、神様の初めについても学ばなければならないでしょう。ですから道会長先生は創世記、ヨハネの黙示録まで全部私たちに解き明かしてくださったのです。この前、金正信伝道師もヨハネの黙示録の時言ったのではありませんか。他のところではヨハネの黙示録は難しいので、これは一般の生徒はあえて読まなくてもいい、これを知ろうとしなくてもいいと聞いたと言ったのでありませんか。しかし皆さん、私たちが新しいエルサレムに行くためには、ただの信仰ではありません。ただの信仰生活をして新しいエルサレムに行くんですか。そうでありません。主日は礼拝を捧げて世で大きな罪を犯さないほど、それくらいの信仰生活で行けるでしょうか。絶対そんなことありません。私たちのように罪と悪を
捨てて、そして世を断ち切って毎晩集まって祈って、そのようなことをしながら行くのです。でもこれもこれだけでできるのではなく、私たちは神の力を見て体験したからそれができるのです。皆さんこの時間自分自身を顧みますように、序論で言ったように、皆さんが嫌々ながら信仰生活をしていると悪魔の冷やのような攻撃を受けるかもしれません。それで皆さんが、辛い、この教会での信仰生活は大変だ、他の教会にいて救われようと思うでしょうか。私たちがいつ他の教会で救いがないと言ったでしょうか。そうです、他のところでも御言葉通り生きるなら救われますが、私たちの教会で言うのはただ救われるところで満足するのではなく、新しいエルサレムに行くために狭い道を選んで狭い門に入っているのです。でも敵である悪魔サタンは皆さんにこう攻撃するんです。ただ救われてもいいのではない、どうしてこんなに辛く大変な信仰生活をするのと、皆さん絶対そのような思いにはまってはいけません。そして誰かが自分をそのように誘惑するなら、これは私が新しいエルサレムに行こうとするから、それを防ぐ敵である悪魔サタンの攻撃だと悟りますように。行った通りに報いてくださる神様、その神様が永遠に生きる天国でも一番美しい新しいエルサレムを備えておられます。それなら私たちはどうすべきでしょうか。永遠に生きるその天国で神様の御座がある新しいエルサレムにいて、神様と常しえまで一緒にいなければならないでしょう。それが本当の信仰でありませんか。そのような信仰を持ってこの道を歩む皆さんが幸いな方です。絶対この道から外れていけばいけませんね。この道から離れる方は一人もいませんように。で、敵である悪魔サタンは今火矢を持って皆さんを攻撃しています。そんな道は大変だと。しかしそれに惑わされない皆さんになりますように。ダニエルはどうでしたか。その道は死の道でした。今までいつものように祈っていましたが、一日祈らないからといって救われないでしょうか。そうではありません。たとえダニエルが一日祈りを休んでも救われるでしょう。でも神様を悲しめることはできないから、悲しませたくなかったので、ダニエルはどうしたんですか。一日も休まず自分は死の道に行くと知っていながらそのようにしたのです。どれほど素晴らしい信仰ですか。それを見てある人は、なんであんなに立法的な信仰生活をしてるのと思うかもしれません。皆さん、じゃあ信仰の小さい人が信仰の大きい人を裁くことができるでしょうか。できません。私たちの信仰を裁く方は神様であります。自分は祈りもしない、教会に通っていると言いながら、ただ手術だけ言っている祈りもしないという人々が私たちを評価することができるでしょうか。テスト、学校でテストがありました。たった50点の人が70点の人に、あんたそんな勉強のやり方は間違ってる、どうしてそのようにしてるの。あるいは30点を取った人が80点90点の人が今度100点になろうと一生懸命勉強してるところに来て、なんでそんなに勉強するのと言うと、皆さんはそれに耳を傾けるべきでしょうか。そうでありません。皆さん、もし皆さんが特別な信仰生活をしている、皆さんが狭い道を歩んでいるというふうに言われるなら、皆さんは喜び、また喜び踊りなさいと言われたように、そうしてみてください。私たちの教会で間違っているのは何ですか。絶えず祈りなさい、御言葉です。悪はどんな悪でも避けなさい、御言葉です。御言葉です。それで私たちはそのような御言葉を教わった牧者が牧者に教わって、それをに従っています。それを知らない人が、万民教会の人々は立法的な信仰生活をしてるんだ、大変そうじゃないと言うならば、皆さんはそれに耳を傾ける価値もないのです。真理を持ってわきまえなければなりません。私たちがダニエルのような苦しみにあったこともありません。でもどんなに素晴らしかったですか。立派な信仰でした。
死を恐れず神様に喜ばれる道を選びました。これが誠の信仰です。どんな環境や問題があっても妥協しません。これは本当に素晴らしい信仰です。ダニエルとダニエルの3人の同僚の信仰は少し違いがあります。これについて道会長先生が説明してくださいました。ダニエルは条件つけずに信じる、そのような信仰でした。しかしダニエルの3人の同僚は少し違いがありますが、それでも素晴らしいものでした。ダニエルの3人の同僚は王が建てた金の像を拝むことは神様の命令に立ち向かうことなので絶対聞き従えないと信義を守る姿を見せました。ですから火の燃える炉に投げ込まれても、つまり死のところに投げ込まれても神様が救ってくださると告白しました。王よ、私たちは王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むことはこともしませんと言いました。すると王がこう言いました。あなた方の神があなた方を救うことができるか、あなた方を生かせるか死なせるかという権勢は私にあると、王がそのように言いました。そのようにしてダニエルの3人の同僚たちの心を買おうとしてます。私にはこんな牽制があるからと言って、しかしそうすると3人の同僚は何と言いましたか。そうではありません。私たちが火の燃える牢に投げ込まれても神様は私たちを救ってくださいます。たとえ神様がもしそうでなくてもと、つまり神様が助けてくださらなくてもそんなことはできませんという告白をしました、王がそのように脅かしているとき、まず彼らは神様が私たちを救ってくださいますと言いました。なぜ自分たちは神様の御言葉を守ってきたから。そしてその後何と言いましたか。3人の同僚はしかしもしそうでなくてもと言いました。例えば王の命令に逆らって死の炉に投げ込まれても神様が助けてくださいますというのは信仰です。でもダニエルのようにその後、じゃあ私は死であってもこの道を選びますという 100% のダニエルの信仰と、このように神様が私たちを助けてくださるでしょうと告白したそのような3人の同僚の信仰は少し違います。難しいでしょう皆さん。でも私たちはその3人の同僚の信仰も素晴らしいものです。このちょっとした違い、それを悟ったのは牧者の信仰が大きかったからです。普通の人ならその違いがわからないでしょうが、その段階まで行っているのでそれが分かったんですね。それ私たちはどうすべきでしょうか。だんだん信仰を成長させて、ダニエルの3人の同僚の信仰を超えて、またダニエルの完全な信仰にまで至らなければなりません。王の前で答えている場面ですが、神様が助けてくださるでしょう、しかしもしそうでなくてもという、そのダニエルの3人の同僚の信仰について伝えました。アブラハムもそうでした。アブラハムはイサクを縛って、もしイサクを葬ろうとしている時、神様がやめなさいと言われるだろうと絶対思わなかったのです。ヘブル 11-19、 彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型ですとあります。イサクを刀で放って全焼の生贄として捧げても、神様は全知全能の方なので、イサクをよみがえらせることもできると完全に信じたのです。皆さん考えてみてください。全焼の生贄として捧げました。そうするとその後は灰と骨だけ
です。それなのに神様がよみがえらせることができると信じる。これがアブラハムの信仰です。ですから刀を取っていても、大胆に取って放ふろうとしているとき神様が止めました。じゃあここで神様がどのように働かれるのか考えてみなければなりません。神様はアブラハムのこのような完全な信仰を知っておられても試みられました。そしてその行いを最後までご覧になりました。祭壇を築いて、たき木を並べ、イサクを縛り、刀を取って自分の子を葬ろうとしていた。最後までその信仰をご覧になりました。最初は信仰によって始めましたが、途中変わってしまうなら信仰の父になることはできません。しかし信仰の人々は最後の最後まで信仰を見せたので、神様に喜ばれることができました。アブラハムがそうでした。そして信仰の父になれたのです。これが皆さんの信仰の成長、信仰の大盾を持っていく過程でこんなことがあるということですね。どうして問題がやってくるのと心配心配する必要はありません。もし皆さんの人生で心配や憂いがやってくるならば、問題がやってくるならば、その時こそ神様に自分の信仰を見せる絶好の機会だと思ってください。ある人はとても信仰が素晴らしい人のように見えましたけれども、試練や困難がやってくる時変わってしまうなら、それは真実ではありませんね。ですから皆さん、今日の本文を読んで、私も信仰の大盾を持とうと思っていた方ならば、このように試練がやってくるとき、そのとき本当に皆さんが持っていた大盾を見せる機会だというのを悟りますように。それでいつも備えていく皆さんになりますように。信仰の人々は崖っぷちに立たされても変わらない信仰を持っていました。信仰の人々は崖っぷちに立たされて落ちても、落ちそうではなく実際落ちても、最後までその信仰を信仰を持っていたということですね。私たちが考えるなら、崖っぷちに立たされた時、神様が何とか助けてくださるのではないのかと思うかもしれません。しかし時にはそこから実際落ちることもありますね。これは道海女先生が教えてくださったもので、떨어지면서도믿음을지키고있는믿음의선진들이것이참믿음이요ですから崖っぷちに立たされたところで終わるのではなく、実際落ちています。落ちていながらも変わらない信仰を持っている昔の信仰の人々、そのような時は神様がその後結果をしてくださるのですね。働いてくださいます。皆さん映画で実際そのように崖っぷちに立たされて、その後落ちる人を見たら、大声を出したり人を恨んだりする、そのような場面がありますね。でも実際そのようになっても、神様の人々は例えば神様を褒めたたえることや、あるいは自分にそのような害を与えた人のために取りなしの祈りをしたりする、そのような場面が私たちはよくありますね。信仰の人々はすると神様が働いてくださいます。ところが今日はどうですか。自分が限界を決めといて、その線までは信仰を守っているように見えても、それを超えると結局信仰を捨ててしまい、世に頼るようになります。崖っぷちに立たされてもいないのに、こうしていて本当に落ちそうと思うと信仰を捨てるのです。これは誠の信仰ではありません。誠の信仰なら、自分が死ぬとしても落ちなければならないと言われると落ちることです。火の中でも水の中でもどんな状況でも変わらない信仰で、
崖から落ちていても、ただ神様にだけより頼むとき、神様はこのような人を本当に信仰があると認めてくださるのです。このような信仰さえあれば答えられないものはなく、どんな悪魔の策略にも勝つようになります。このような信仰で大盾にすると、大盾を持っているとき、悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。しかし信仰生活をしているとき、あの人は信仰があったようなのに、何か問題があったり、サタンの誘惑で何の力も発揮できずつまずいてしまう場合もあります。神様が生きておられることを見て体験して、主の愛と恵みを感じて涙を流して感謝しました。それなのに誰かが誘惑してくれば、その信仰と恵みをなくしてしまいます。これは真実ではなかったことを語ってくれるのです。それなら私たちが誠の信仰、真実の信仰を持つためにはどうすべきでしょうか。まずはこのような信仰の大盾を持つためには必ず従順が伴わなければなりません。まずは真理の御言葉に従う行いがなければなりません。罪を捨てて光の中歩みなさいと言われたように、悪はどんな悪でも避けて行うことが従順です。祈りなさいと言われたので絶えず祈ります。愛しなさいと言われたので憎しみを捨てるために涙で祈ります。愛を行います。世を追い求めてはならないと言われたので、世を愛していた姿を捨てて御霊に属するもので満たします。このように従うとき、皆さんの信仰はすくすく成長します。すると個人的に悪魔の攻撃に十分打ち勝つ信仰の盾を持つことができます。このように信仰によって試練に打ち勝つなら、信仰は成長します。皆さんが信仰を成長させるためには必ず試練が必要です。皆さんが試練にあっても、正解を書くならば、その信仰は大きくなります。そしてその後はしばらく休むようになります。でそのように信仰の、成長の段階があります。第一ペテロ1の6から7、そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、あなた方の信仰の試練は火で精錬されつつ、なお朽ちていく金よりたっとくイエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることが分かりますとあります。金よりも尊くとありますね。それでイエス・キリストの憐れの時に称賛と光栄と栄誉になることが分かりますとあります。ですから生徒の皆さんは試練に遭うと、ただ信仰によって打ち勝ち、美しい天国で太陽のように輝きますように。ところで信仰が大きく神様に認められた神の人々は、個人的な攻撃ではなく、神様の栄光のためにもっと多くの人を救いに導くために、さらに大変な試練や悪魔の攻撃を受けることもあります。エリアもそうでした。御心を伝えると迫害され、試練や死の脅威にも遭いました。しかし信仰によって打ち勝ち、思いを巡らすなら、聞き従いにくいことにも従って神様に栄光を返しました。信仰があったので、このように完全に従えたのです。しかし信仰というものが目の前にすぐ見えるのでもなく、触れるのでもない、ただ私たちが期待して信じることなので、人間の思いを巡らすと従順が伴うことは難しいです。しかし目に見えないからといって肉の思いを巡らすなら、聞き従うことはできなく、また自分の理論や知識に合わせて経験に合わせるなら従うことはできません。しかし理解できなくても、肉的にはできそうもない、そのような状況でも従うと、これが誠の従順であり、信仰が成長する道です。モーセに足の海を分けなさいと言われた時、人間の思いでは絶対できません。しかし信仰によって従ったらそれができました。
岸いっぱいにあふれているヨルダン川に足を踏み出して川たちのように渡ったのもエリコを回ったのもただ信仰によって従ったからできたのです。このように信仰によって従うと神様ご自身が大盾になってくださるのです。どれほどかっこいいでしょうか。このように神ご自身が私たちにの大盾になってくださるのです。これが信仰によって従う時のことです。南ユダの王ヨサパテもそうでした。モアブとアモンの人々がユダを攻撃した時がありました。その多くの人々の前で南ユダはとても不安になりました。しかしヨサパテは神様に頼ってユダヤの全てのために断食を言いました。そして祈りました。あんなにおびただしい人々がやってくるからイスラエルの民は負けるしかありませんでした。しかしその時王だったヨシャパテはどうしたんですか。断食して神様に祈りました。この時神様はレビ人アハジエルの口を通してこう言われました。第2歴代史20-15、あなた方はこのおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない、気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから。そして17節にはこう言われました。この戦いであなた方が戦うのではない、しっかり立って動かずにいよ。あなた方と共にいる主の救いを見よ。ユダおよびエルサレムよ、恐れてはならない、気落ちしてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなた方と共にいると言われたのです。しかしこの時もしヨシャパテとイスラエルの民が肉の思いを巡らしたなら従うことができたでしょうか。そうでありません。どうしてでしょうか。神様が勝利を約束してくださいましたが、あなた方が戦うのではなく私がしてあげると言ったならちょっと楽ですね。約束のお言葉はくださいながら従うべきことをここで言ってくださいました。あなた方は黙って見ていなさいではなく明日彼らに向かって出陣せよと。この時肉の思いを巡らしたなら、あ、神様は勝利を約束したならば、あ、それなら私たちがなんで出陣するの？神様が戦ってくださると言われたのに。こうするとこれは不従順です。しかし御言葉には従順。で、御言葉にはいつも抗議があります。それで明日彼らは南ユダの民たちは敵に向かって出陣しなければな、出陣しなければなりません。あ、どうしよう。あんなに多くの人々がいるに私に攻撃するとどうするのと、このような恐れる心があるなら出ていくことはできませんね。しかし完全に神様を信じると出陣することができますね。神に喜ばれる行いまでしました。その結果については皆さん知っているのでありませんか。皆さん、この出来事は最近の私たちについても多くの説教者がしてくださいましたが、皆さんがただ従順信仰、ああこんなことはとてもいいんだと、私たちにあることも神様が代わりに戦ってくださるから私は何もすることないんだと思ってはいけません。そうでありません。私たちも信仰を持って出陣しなければなりません。はい、神様を全面的に信じたヨシャパテは民たちに何と言いましたか。あなた方の神主を信じ忠誠を示しなさい、その預言者を信じ勝利を得なさいと言ったのです。そして武装した者の前には聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命して主を褒めたたえるようにしました。これは神様が命令したことではなく、神に喜ばれる方法をこのように王が提示して民もそれに従ったのです。私たちは出陣します。それだけでなく私たちの代わりに戦ってくださり勝利を導く神様を私たちは信じるから、この聖なる
飾り物をつけて賛美する者たちを一番前に立たせていこうと王が提案したら民がみんな従ったのです。この説明をしながら同会長先生が私たちにこう言われました。もし私たちにヨシャパテ王のようなこのような難しい戦争で牧者が例えば聖歌隊と西オーケストラを一番前に立たせてその後生徒がみんな出て行きなさいと言うならそういうふうに言うなら皆さんはどうするでしょうかとどんな反応をするでしょうかと同会長先生が聞いたことがありました。聖歌隊それから西オーケストラ一番前に立って出ていくでしょうかと部屋に当たるかもしれません。それでも出ていけるでしょうか。生徒の皆さんをとても喜びますね。拍手をしてくださるんですね。そのような信仰で皆さん火のように祈って牧者を守り世を断ち切るならこれが今戦争において一番前に出ていくその聖歌隊のことになるのでありませんか。それなら聖歌隊と西オーケストラにだけ責任があるでしょうか。同会長先生は今度こう言いました。じゃあ長老の皆さん働き人の皆さんじゃあもし同会長先生がこう言うならつまり神様が私たちに武具もつけずただ出て行きなさいと言われました。それで同会長先生がそう伝えるなら皆さんはどうするんですか。先生それはいけません。私の息子がうちの子が聖歌隊にいます。それなのにうちの子がもし部屋に当たったらどうしますかとこのように先生に問い詰める長老さんあるいは働き人はいないでしょうかと同会長先生が前説教するときこのように聞きました。あ、いないでしょうか。はい、牧者が言うと私たちはアーメンです。여러분그렇게아멘하실거라면여러분이단에서드리는말씀도아멘하고순종해주셔야죠제가하는것이そのようにアーメンというなら皆さん講談で伝えられているこのメッセージにまた牧者の代わりに私がするのではなく牧者の代わりに伝えている私の言うことにも従ってくださらなければならないでしょう。神の方法は私たち人間の思いと随分異なっているというのをとてもたくさん見てきたと先生は言われました。同会長先生は神様にいつも栄光を返してきましたがそれなのに時によっては敵である悪魔サタンの火矢を受ける時もありました。しかしそのような時ならば信仰の大盾を持って立ち向かっていて勝利を導くならさらに祝福されるということも言われました。人の思いではいつも平安だけあればいいと思いますが神様の方法はそうでありません。私たちは時々このような寝られる機会があってこそ自分をチェックすることができます。このような機会で信仰を成長させる神様の方法を私たちは知らなければなりません。言葉で無から有を創造された神様その神様を信じるなら私たちの知識や思いが働いてはいけません。ヨシャパテと民には神である主への信頼つまり信仰の大盾がありました。神様を信じてこの信仰の大盾を持っていたので完全に従えたのです。ですから結果はどうでしたか。信仰通りに働いてくださった神様は敵軍の中で内紛が起こって自分たちが殺し合って滅びるようにしました。これを通して全ての異邦の国々がイスラエルを守ってくださる神様を恐れるようになりました。戦争する必要もなかったんですね。自分たち当時に殺し合ったのでそしてその人たちが逃げて残した分取り物をいっぱい持って帰ってきたでしょう、それだけではありません。周りの国々が神様を認めるようになりました。それで第二歴代史20-30このようなわけでヨシャパテの治世は平穏であった。彼の神は周囲のものから守って彼に安息を与えられたとありました。ヨシャパテがどのようにして勝利したかそれを見て聞いて神様を恐れるようになりました。あの国を攻めていけばいけないんだ神様が守ってくださるのではないか
かと思って、ヨセパテの知性は平穏であったと書いてあります。試練がないなら良さそうですが、しかしその機会があってこそもっと祝福される時期になります。こうして信仰によって不可能が可能になり、偉大なことが起こるのをたくさん見てきました。しかし今はこれが皆さんの信仰にならなければなりません。神様はどれほど多くの祝福の約束をくださったでしょうか。聖書を通して説教を通して賛美して祈る時与えてくださいました。何より牧者を用いて表した神の力ある働きと愛によって新しいエルサレムへの希望をくださいました。しかし自分の思いにあってこそ信じて、自分の利益と理論にあってこそ従うなら、それは信仰ではありません。そうすると誠の平和と祝福を味わうことはできません。出エジプト第1世代がそうでした。モーセを通して神の御心と望んでおられることを聞きました。神の力をたくさん体験しました。しかしそれを信仰としてしっかり持っていなかったので、神様の祝福の御言葉に従わなかったのです。エジプトにあった塔の災いのを見て、自分たちがあった御前の地を守ってくださったことも体験しました。足の海が分かれてマラの苦い水が飲める水になったことも体験しました。お肉が食べたいというからうずらを送ってくださり、またマナも降らしてくださいました。岩を打つと飲み水が湧き出て水もたくさん飲みました。モーセと共におられる神様も見ました。あんなにたくさん見せて体験させて祝福してくださったのに、いざカナンの地に入りなさいと言われた時は信仰になっていなかったのです。従えなかったのです。そしてモーセへの信頼がなかったのです。今までモーセを信じてきたと言いましたけれども、それが真実ではなかったことが分かりました。モーセが神の力を行うと喜んで踊りました。このような神の人を私たちに送らせたんだと喜びました。しかしモーセが言うことが自分の思いに合わないと、モーセに石を投げようとしていた姿、それは結局モーセを完全に信じなかったということですね。例の信仰は心を割礼して罪と悪を捨ててこそ望みますが、イスラエルの民は相変わらずつぶやき、恨み、感触、憤り、争いなどの心を捨てていなかったので、例の信仰を持っていなかったのです。私たちはこのような愚かな人になってはいけません。聞き従うことで例の信仰を持ちますが、日々もっと大きい信仰に成長させて、さらに丈夫な信仰の大盾を持ちますように。愛する聖徒の皆さん、信仰というのは不可能に見える現実を可能にする力であり、霊肉ともに悪魔の策略を退ける大盾になります。今日も信仰に向かっている皆さんの競争が続いています。ですから皆さんは十分悪いものの放つ火矢を皆消すことのできる丈夫な信仰の大盾で勝利することができます。ですから何よりも必要な信仰を持ちますように。結論です。信仰とは救いはもちろん答えと祝福される道であり、どんな敵である悪魔サタンの攻撃にも十分打ち勝ち、神の力を引き下ろす方法だと言います。牧者は万民の36年の歴史の中でいつもこれを教えてきました。そしていつも信仰によって行軍してこられました。それで信仰によって受けられる祝福と栄光を見せてくださいました。信仰があっても試練や問題がやってくることもあるし、崖っぷちに立たされて落ちているような状況に置かれる時もあるけれども、それでも信仰によって最後まで信仰によって歩む、死であっても信仰によって選ぶ。じゃあそれは昔の信仰の人々だけでなく、牧者の生き方を見てもよくありました。それで牧者は死んだでしょうか。そうではありません。神様が生き返らせてくださり、栄光を表してくださいました。今まで見てきて、そして私たちはこれからしばらく経たないうちにまた見るようになるでしょう。
信仰によって祈り、さまざまな病気を癒してくださり、信仰を持って進んでいくと、真夏の猛暑の中でも爽やかな天気にしてくださいました。全知全能な神様を信じると、トンボが私たちの体に止まったり、蚊や蛾から守ってくださいました。私たちはこのような牧者の信仰と生き方を見てきました。牧者の信仰を見て喜んで、いつも実現してくださる神の御業を見ました。しかし出エジプト一世代のように、見て知っているだけでは自分のものになりません。本当に信じるなら、御言葉に聞き従って、罪と悪を捨てて、御言葉通り善と愛に変えられなければなりません。こうしてこそ自分の霊の信仰になるのです。心を割礼しないか、割礼するのをやめてしまうと、その時は全ての武、神の全ての武具を抜いているようなことです。その時敵である悪魔サタンは私たちの信仰を奪おうとするのです。すると奪われるのは簡単です。どうしてですか？全ての武具を抜いてしまったので。今の皆さんの信仰はどうであり、牧者との信頼はどうですか？今まで私たちが牧者を通して見てきて、聞いて体験したのは何ですか？善、愛、犠牲、献身、信仰、神の力などでした。それで私たちは牧者を愛して信頼すると言いました。ところがこれが真実なのか、神様も私たちを確認して、悪魔はこの信頼を断ち切ろうといろいろと攻撃しました。ほとんどの方はよく勝利してこられました。しかし神様が望んでおられる善と信仰を持って完全に勝利しているのか、もう一度顧みますように。真実の信仰と信頼があるなら、どんな苦しみや試練がやってきても辛くなく、喜びを失うことはありません。苦しみの中でその愛がもっと固くなるので、牧者の生徒、牧者の羊の群れをもっと守り、教会と牧者のために祈り、また忠実に使えます。これが私たちが見せる従順であり信仰なのです。そうするとき、悪魔の攻撃にも十分勝利して、栄光のときもっと大きな信仰の成長と答えと祝福として神様が変えてくださるのです。生徒の皆さん全てがしっかりした信仰の大盾を持ち、悪い霊どもとの戦いで勝利して、神様に栄光を返しますように。この1週間韓国の中秋節になります。1週間のうち皆さんが会う家族や親戚にキリストの香りを放つ、そして神様が生きておられることを伝えて、家族も救いに導く、それで神様からも認められ、人々からも認められ、愛される皆さんになりますように。そして自分の信仰はしっかりしたものなのか、もう一度顧みてチェックして、もっと大きな信仰に成長させる皆さんになりますように。今日のメッセージを覚えて祈ります。素晴らしい神様、今日は神のすべての僕のうち信仰の大盾について調べてみました。昔の信仰の人々はどんなことがあっても最後まで信仰を見せて祝福されました。私たちもそうなりますようにしてください。神様の栄光をいつも求めて、そして私たちがいつも神様に喜ばれる信仰の大盾を持っていけるようにしてください。すべての生徒の皆さんが敵である悪魔サタンの攻撃にも打ち勝つようにしてください。信仰の戦士になるように祝福してください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された同会長先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ。全能の愛の父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安守してください。GCN の放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と姿勢で、全世界の神の子供たちの上にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と困難も退けてください。頭からつま先まで五臓六腑、骨の節々、全身の神経、組織、細胞など具合の悪いところは皆聖霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる
敵である悪魔サタン、すべての病気、病原菌、患いを下がれ、光を望め、不治の病、難病も聖霊の火で焼き尽くして、完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなどあらゆるがんとエイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、皮膚病、婦人病、甲状腺疾患とすべての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中風、関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など痛みは皆消え去れ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて、耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものは物を言いなさい。事故の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父よ、傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよ。イエス・キリストの皆によって命じる。敵である悪魔サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ、下がれ。その使いたちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り、欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ。すべての悪の絆を解いて、闇を下がれ、光を望め。父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての天でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように。一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で、天の軍勢、御使いと主の炎のような御目で、すべての神の子供たちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子供たちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも、神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えられた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝いたします。栄光をお受けください。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの主。